皆さんこんにちは、堀尾座談会17回目始めます。はい、お願いします。じゃあ今年もよろしくお願いいたします。ということで今年第1回ですね、座談会、まあトータルで17回目になるんですけど、今年もどんどん続けていこうかなと思います。お願いします。で、まあ時期的にもそのまんまの、まあ、テーマということで、お正月、はい、まあ今年過ごした過ごし方でもいいですし、はいはい、なんか今までのエピソードなんか、大地さんありますか？いきなり、はい、まあ他の方にも言ってるんですけど、まあ、5年ぶりに札幌で過ごして、はいはい、まあ、イオンに行ったんですけど、あ、なんかよく3000円買ったらまあくじ1回引けますよね、あ、はいはいはい、ちょうど3000円分買ったんで、くじ引きたいってまあ奥さんが言ってて、はいはい、では9時に30分ぐらい並ばなきゃいけない、あ、なるほど、で1回しか引かないんだから、はい、当たらないし、いいっしょみたいな話でして、どっちでも並びたいっていうんで、並んで、はい、まあ、引くのため1秒ぐらいだったんで、はい、これいいよ、もう開けて帰ろうって言ったら、はいはい、当たったんですよ。お、並んで、もう当たり全然ないんですけど、100円の割引で、あれそれでも10枚に1枚ぐらいしか、あ、そうなんですか。20枚引いた家族とかも15枚ぐらいまで全然当たってなくて、引いてよかったです。いや、それは持ってますね。持ってますね、新年でね。もうあとないと思います。一発目でちょっと使っちゃったかも。札幌で過ごして、今回のエピソードですね。そういうことは。なるほど。すみさんお正月、あのお餅なんですけど、はい、お餅、はい、僕お餅が実はちょっと苦手で、はい、あ、苦手なんですか。苦手なんですよ。意外ですね。はい、あのおじいちゃんが、はい、お正月お餅を食べて、もうちっちゃい頃なんですけど、はい、食べてて喉に詰まらせたんですよね。はいはい、はい、ちょっと笑えないですね。ドラマみたいにバーってなって父親がもう掃除機口に突っ込んで、ブーンと取り出したんですけど、その光景を見てしまってから、お餅食べるのがちょっと怖いんです。そうですね。嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんですよ。はいはい、トラウマだね。まさしくトラウマってやつ。トラウマですね。それも、あれですか、無事だったんですか？無事でした。はい、そうですよね。怖かったです。いやそうですか。ちなみに何餅好きなんですか？食べるとしたら。食べるとしたら、あれです、南蛮醤油で。南蛮醤油ですね。砂糖醤油じゃないですか。あ、そういうパターンがあるんですね。南蛮です。南蛮っていうか、一味で。初めて聞きました。あ、そうですか。まあ、ちなみにきなこ派ですけど。きなこです。ありがとうございます。お正月、一言で。はい。一言ですね。一言で。もう時間ないから一言。頑張ります。では、今年もよろしくお願いいたします。